今のなんだ、今のなんか、今のなんかお魚っぽかったな。あ、魚だ。よしよしよし、食った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 。釣れた釣れた。かわいいけど、釣れました。スローリトリーブ。散々投げてファストリトリーブで反応しなかったやつをゆっくり巻き始めた瞬間に当たりました。とりあえず、ソールシャット。58の SR です。お、すごい、すごい今足元から出てきました。いやー、いやこれさ、シャットとかミノーの難しいところだよね。要は巻き方とか、まあ、ジャークのパターンとかでもう魚が全然別の反応してきちゃうっていう、別のルアーになっちゃうんだよね。なんかちょっと見つけたかもしれない。急にでしょ、2投連続だよな、当たったの。巻き始めて、ポーズして巻き始める瞬間に食う。もう全部ここだ。何匹いるんだろう、この手前のところ。同じ魚なのかな？ここだよ、ここだよ、ここだよ、ここだよ。お、ほらほら、今また出てきた、出てきた。見える。何これ。夢中になっちゃうな。巻き始めパターンですね。面白い。かわいいけどなんかすっごく面白いな。釣り方見つけました。多分この手元のパイプ絡みのところですね。この辺に魚がこうワッといて、で、まあ、そこで多分ゆっくり泳いできたものに食ってきたり、あるいはこう止まったやつをじーっと見てて動き出した瞬間にバッとこう食うような、そんな感じですね。ただおそらくバクッとこう口に加えるってよりはリアクションでツンとつっつくだけなんで、まあ、なかなかフッキングしないんですけど、まあ、サイズも小さいし魚の、そんな感じですね。ちょっと乗せること考えるか。乗りました。全部もうテールのフック一本でしょ、ね、今のはもうコンって入った瞬間にバツッと、あんまり僕やんないんですけど、まあひしもがまだ枯れ残ったのがあるんで、フラグでは引けないところ、ちょっとダムダムフックじゃないや、これはドラゴンバグ、こいつちょっと入れてみます。まあ食うかどうか分かんないですけどね、とりあえずフォローで、もしかしたらハードベイトではとりあえずできないところにバスがいるかもしれないんで、とりあえずぶち込んでみます。今イメージして、さっきこうサスペンドのミノでね、あのソウルシャットで釣れてたんで、まあ、中層に浮いてるんじゃないかなと思って、ひしもにまず投げてボトムまでつけて、ボトムで待ってシェイクして誘って、それで食わなかったらひしもに引っ掛けた状態で途中まで巻き上げてきて、中層で止めて、そこでポーズしてシェイクしてって、今そんな感じで今攻めてます。だからボトムにいるかもしれない魚と、あと、まあ、さっきソウルシャットに
反応してたような、その中層じゃないと反応しない魚、両方今狙ってるような感じですね。時期的にはものすごくひしもの中にいたりするはずなんですよ。これもうどん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 寒くなってってるし、少しでもこういうあったかい水が動かない、こうあったかいと魚が感じれるようなところにこうバスが集中したりするんですけど、ひしもパターンダメですね。もう一回ソウルシャットに変えてみましょう。ちょっと明滅が出る系のカラーに変えてみましょう。モロコかな、これさっきが、まあ、アユカラー、パールアユカラー、パール系のカラーなんで、今度はフラッシング系のカラーでやってみて反応ちょっと見てみましょうか。食わないな、この殻。またローテーション。やり上げすぎたか。ポーズ中に今のも合わせて、まあ、この池のアベレージサイズなんですかね。パターン完成ですね。いいぞ。よっしゃ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 。これで言うのかな。えらいこっちゃ、えらいこっちゃ。よっしゃ。抜いて最大サイズ。虫を釣りました。当時中のバイトですね。ソウルシャット SR 釣れる。パターン発見。ここね、もうつっついたやつを思いっきり痩せたんで、完璧。はい、お疲れ様でした。まあ今日は一日ね、まあ初冬の野池をいろいろ回ってみたんですが、まあ季節的にはね、まあどん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 秋から冬に進行するタイミングで、まあ今日もね、まあかなり朝冷え込んで、まあ日に日にこう水温も下がっていくような状況で難しい感じでした。まあただその秋の釣りから冬の釣りに、まあ徐々に移行させることによって、まあ、その中のどっかでパターンを見つけていくという感じですね。まあ通常秋の場合はクランクベルトとかスピナーベルトとか
その普通に横に巻いてくる釣りに反応が良くて、だんだんそれを冬に行くに従って、スローにさせていく、あるいはリフト&コール、ジャークベイト、こういうシャットであればストップ&ゴー、こういったアクションを取り入れながら釣っていくんですけども、今日は冬のパターンですね、ソウルシャット SR のストップ&ゴー、かなりゆっくりしたスピードのストップ&ゴー、これに反応が良かったというところで、なんとか超過も出せました。そんな感じでね、徐々に冬に行ってだんだん厳しくなってくるんですけども、パターンを見つける、楽しいバスフィッシング、ある意味ねすごくこうバスフィッシングらしいバスフィッシングが楽しめる時期なんで、ぜひチャレンジしてみてください。